今、エンパイアステートビルのここは80階に来ました。これね、80階、あれ見えるかなこれ。あ、逆光だから見えないかもしれないけど、ここは80階で102階まであるんですね。で、80階は32ドルで、102階は52ドルなんですね。で、今ここ80階のところに来ています。これ何個とかな、これ見てください。これやばいですよ。わあ、ちょっともうみんなすっごい窓に張り付いてるから見せないですけど、うわすごい。あ、ソーリー、うわすっげえな。そこにメイシーズってありますよね。その下のところのメイシーズってあります。まあデパートなんですが、毎日行ってますね、そこに。なんていうか、まあ、ちょっと庶民的なデパートといいますかね。アメリカでとても有名なデパートですね。ニューヨークに本店がある。本店というか、まあ、それが本店です。だからそのメイシーズが本店です。メイシーズの本店。で、僕のホテルが、ホテル、それですね。それ、僕のホテル、それです。まあ、それですって言ってもよくわかんないかもしれないけど、もうすぐ、あ、違うか。あっちだ。まあ、とにかくそのすぐその辺にあるんで、僕のホテルが。すげえな。あっちに流れているのがハドソン川ですね。うわ、これ地震が来て倒れたら絶対死にますよ。地震が来たら倒れて死ぬとか、そういうことを、まあ、こういうところに来て考えるのがちょっとネガティブな感じですよね。うわ、もうすっげえな、これ。もうすごい、マジで。これすっげえな。ニューヨークですよ。世界の中心。本当に。もうなんていうか、本当に世界の中心ですね。今日はロックフェラーセンターと、あとトランプタワー行きます。それから時間があったら、あの明日になるかな、あのもし時間があったら、911のあそこですね、貿易センタービル、そこにもちょっとビルというかもうなくなってるんですけど、その911の跡地、そこにも行こうかなと思ってますけど、うーやばいなこれ。毎日なんかその辺りだけを行ったり来たり、こっちに行ったりこっちに行ったり、ロロロロロこの辺だけしてますけどね、毎日。あと地下鉄でね、やっと動き始めたので、ちょっと遠くに行こうかなと思ってますけどね。まあだからここが今、だから僕が今いるここがもうマンハッタン島ですよ。これが。これ。この、だからハドソン側からこっち側、手前側、今この、ここがもう、そうです、その、マンハッタン島ですね。すっげえな。あっち、ここにね、なんか暖房がここから出てるんですよ。すっげえ暑い。夜また来ます。夜。絶対すごいですよね、これ夜来たら。夜は102階に登ろうかなと思ってるんですけど、今日はここまで、昼間は。まあいいや、ちょっとなんか書いてありますね。あ、なんだあれ。
だから、向こうですね、あのすごいこの正面の方に貿易センタービルがありますね。911の事件があったところが。で、そう、向こう川が向こうイーストリバーで、向こう側がブルックリンですね。左の川向こうがブルックリンですね。で、この正面がだから貿易センタービルがあったところで、何ですか、ウォール街とか、あるところですよ。ニューヨークの何ですか、証券取引所とか、世界のビジネスの中心地ですね。世界のビジネスの中心地。だから本当にもう金融とか、もうなんか証券会社とか保険会社とか銀行とか、もう世界でもう本当に最も巨大な金融機関ですね。そういうところとか、なんかとにかく企業、もうなんていうか、そういう企業がもう集まっているところですよ。この正面のあのビルの高いビルが集まっているところ。僕とはあんまり関係ないですけどすごいなんか縁がないような感じになってますが、僕は今まあでもビジネスの、世界のビジネスの中心ですね、あの正面が。こっち眩しいな。こっち側から、こっち見にくいな。だからまあそこイーストリバーですね。向こう側の正面はクイーンズとかなのかな。右の方はブルックリンなんですけど、正面はクイーンズ。まあだからここがほら反対側のハドソン川とこっち側のイーストリバーと挟まれている、このだから僕たち、僕が今いるところがだからマンハッタン島ですね。マンハッタン島。うわ、すげえな。もうちょっと、わ、なんかあった。お前ちょっと撮っとこうかな。これね。もう、為替とか、世界の為替とか、あと、金融の。世界の為替や金融もとにかく世界の金を動かしている。あそこちょっと1ドル100円ぐらいにしてもらいたいですかねマジで。うわ、高いな。高すぎますよね。高い。でもここまで高いともうあんま怖くないですよね。中途半端に高いと逆に怖いですよ。うわ、真下を見るとすげえなんかあれですね。ほら、どっちが川上でどっちが川下なんだろうか。あ、だから向こうがだから海の方なんですね。ここが海の方なんですよ。そう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 。マンハッタン島の先端が向こうなんですよね。先端の方に貿易、先端の方に貿易センタービルありましたね。なんか知らないけど。なんかこうやって建てましたみたいな。こうやって建てましたよみたいな。大体何年ぐらいに建てられたんですかね。それさえもわからない。ただ見に来てるだけ。わあ高いなと言って。すげえ、なんかどんどん近くなってるような気がするんですけど。
ずっと同じ風景を撮ってるような気がしますが、ほら、うわ、これマジですげえな。そうそう、こっち、あ、これ太陽が逆光だけど大丈夫かな。うわすげえな。なんかこのこっち側の向こうのずっと、だから向こうのその橋、川を渡って向こうのずっと向こうに JFK の空港あるんですよ。だから帰るとき向こうに行って帰んなきゃいけないんですね。で、あそこに橋があるじゃないですか。あれを渡っていくんですよ。まあタクシーで行くんですけどね。まあ、帰りはね、ちょっと地下鉄で行こうかなと思ってますけどね。もう分かったから、大体ニューヨークの街が分かったからとか言って、まだ1週間ぐらいしかないですけど、そういうのも来てね。そういうの雰囲気が分かったから、ニューヨークの、だから、もう地下鉄の1週間無料のチケットを買って、あれで行きます。こっち行ってみる。その地下鉄で帰りますね。帰りは地下鉄と、なんかね、モノレールみたいな、エアトレインって言って空中を行くみたいなやつがあるんですよ。まあモノレールですよね。で、なんか空港まで行くみたいですよね。地下鉄とそれを使っていくみたいですよね。わあ、よし、大体見たけど、ちょっと撮影しないで、ちょっとし、あれしようかな、目で見ようかな。ああ、くそー、なんかウォール街でやりたいなって言っても全然縁がないんですよね、ウォール街に。くそ、なんかウォール街と縁があるような感じになりたいな、なんか全く縁がないですね。本当に世界の中心ですよね、ここマジで。もう文化も経済も何もかも本当に世界の中心。なんかニューヨークで仕事できないですかね。マジでニューヨークで仕事したいな、本当に。別に住まなくてもいいから。ああ、1年の3ヶ月か半分ぐらいニューヨークにいるみたいな感じになったらいいですけどね。